ウルマトキクニ頃から放映7年3月19日は平安時代後期の人物。官職は左衛門の城。ウルマ氏は三マ国の豪族で稲日の命の光栄とされる。正徳2年頃、ウルマ国広あるいは親国の子として誕生。三マ国の王領氏を務める。長生2年4月7日に息子が生まれ、なお、聖子丸と名付けた。 聖子丸というのは、聖子菩薩のように賢い知恵を持った子供という意味で、学問と武芸に秀出ていて、ことに弓を射ることにおいては格別のものがあった。ところが、放映七年に、赤石玄内武者貞明が不意に幼稚を仕掛けてきた。この時、と聞くには重傷を負ってしまった。聖子丸が貞明に向かって矢を射ると、矢は貞明の顔面に命中し、彼は、 方法の隊で逃げ帰った。時国は、瀕死の床の中で、決して仇を打たないようにと、聖死丸を悟し、同年3月19日頃に亡くなった。戒名は、菩大院伝源、誉れ時国西行大古事。遺説であれば、法年が15歳になった、旧安三年に、父と死の感学に、冷叡山に登る意を伝えた際、時国から、自分には敵がいるため、 もし登山後に敵に撃たれたら、後世を弔うようにと告げて送り出した。その後、比叡山で出家した法然が修行中に、時国が殺害されたと伝えている。この説に従えば、時国の殺害は、旧安三年よりも後のことになる。連世は各地を暗アンやする中、研究四年に、三政家国を訪れ、法然の父である、恩馬時国の旧宅、 すなわち法然生誕の地に誕生時を混流した。法然の父は地元の人に尊敬されるような人だったと言われている。ありがとうございます。